智頭山崎蒸留所は、大阪府三島郡島本町にある、サントリースピリッツのウイスキー蒸留所である。同蒸留所では、同社のシングルモルトウイスキーの主力銘柄である、山崎を生産し、同蒸留所及びインターネットショップ限定販売の山崎の樽で原酒を生産する。サントリーでは、山崎を水生野と呼ばれた名水の地だとしている。また、かつて千里久は山崎に茶室を設け、水質の良さと3つの川が合流するために霧が立ち込めている立地が、ウイスキー作りに適しているとされる。1923年、寿屋によって、日本初のモルトウイスキー蒸留所として山崎蒸留所が開設された。寿屋創業者、当時の社長である鳥居慎次郎は本格的なウイスキー製造を目指し、蒸留所開設を企画し、1923年、スコッチウイスキーの本場スコットランドでウイスキー製造を学んだ竹鶴正隆を招聘、山崎蒸留所長に任じた。竹鶴は日本におけるウイスキー作りの公的地は北海道であることを訴えるが、鳥居は輸送コストがかかることに加え、工場見学を消費者にしてもらうことを考えていたため、工場の位置だけは、京阪神付近の交通の便が良いところで良い水のある場所にするように命じ、それ以外のことは竹鶴に任せたとされる。1929年、山崎蒸留所は日本初のウイスキー、白札を製造。出荷した。竹鶴は10年の契約期間が終了した際、鳥居との基本的な方向性の違いもあり、契約を更新せず寿屋を退社し、北海道余市郡余市町に大日本果汁を起こしている。山崎蒸留所建設の準備資料や設計図、久志やスコッチウイスキー醸造工場設計図は、初代所長、竹鶴正隆の遺品中に発見され余市蒸留所のウイスキー博物館で展示されている。サントリー山崎蒸留所全景山崎蒸留所ではタイプの異なる複数の設備を使い分けることで様々な特徴を持ったモルト原酒を作り分けている。様々なタイプの原酒を作るためステンレス層のほか木桶層を使用している。木桶層は温度管理が難しいがその反面保湿性に優れ、さらに蒸留所内に住み着く乳酸菌などが働いて、ウイスキーに豊かな味わいを加えている。ポットスチルと呼ばれる単式蒸留釜を用いて2度蒸留しており、そのための初溜め釜、再溜め釜各6基を備えている。ポットスチルの形状は主にストレートヘッド型とバルジ型を採用しており、加熱方法も炎を直接当てる。直火蒸留と蒸気を使った間接加熱の2種類を用いている。熟成庫は主に断ネージ式で、損を3段から4段積み上げている。熟成に用いるカスクには、ホワイトオーク製のパンチョンを多く用いている。それ以外にもバーレル、ホックスヘッドといった大きさや、来歴の異なるホワイトオーク製の樽や、ヨーロピアンオーク製で、シェリーの貯蔵に使われたシェリーバット、さらに水ならを用いた和損の計5種類を用いている。詳細は山崎を参照シングルモルトウイスキー、山崎。発売開始は1984年。蒸留所限定販売のものやプライベートブランド扱いの製品など公式ラインナップ外の製品も一部存在する。またサントリーホールディングスの傘下であるビームサントリーを通じて世界各国でも販売されている。ありがとうございます。